ラファエル・トルヒーヨ、ラファエル・レオニダストルヒーヨ・モリナ、ラフィル・リアンディ・ストルーヘオ・メリーナ、1891年10月24日から1961年5月30日は、ドミニカ共和国の政治家、軍人、31年間の長期独裁体制下で、個人崇拝を徹底させ、国家経済の大部分を私物化した。1891年、 郵便局員の息子として、サンクリストバル郊外の村に生まれる。兄弟は10人、トルフィーヨは3男。初等教育を受けた後、連邦局に勤めた後、佐藤キビ農園の管理人となって1918年に国家警察隊に入隊。当時ドミニカ共和国は、ウリセスウーロー大統領の失勢により国内は混乱に陥り。 同時に列強に対する多額の外債の返済のために、共和は休防していた。この危機を収集するため、大国アメリカは1906年に同国を、保護国とし、1916年には軍を、侵中させていた。若きトルヒーヨはアメリカが設置させた国家警察隊内部で彼らに取り入り、異例の昇進を、重ね1924年に、少佐、1928年に、 陸軍参謀総長に昇進、軍内最高実力者の地位を確立する。1930年に大統領選に立候補すると、軍を使って選挙管理委員会や反対派に脅迫を行う、とあらゆる不正を行い95、95%の得票を勝ち取り選挙に勝利する。同年8月に第一期目の大統領に就任すると、ドミニカ党を結成して、 以後31年間にわたり独裁政治を敷いた。トルヒーオ時代には国家の近代化が図られ、年金制度の導入、住宅地や公共の医療機関、港、道路などの拡張、改善が見られ経済は大きく発展した。1940年には外債の完全召喚に成功してアメリカはドミニカの関税管理を解いたため、議会から 財政上の独立回復者と表彰された。一方では、約も1934年には独裁職の強い新憲法を憲法制定会議に承認させた。年々その独裁傾向は強まり、全高地の1、3を、大量、砂糖、コーヒー、ビール、タバコなど、国家の目星産業は全て族に支配させ、個人資産は10億ドルにも上った。 さらに多くの性的や批判者を亡命や国外追放に追い込み恐怖政治によって体制を固めていった。外交面では1935年2844年以来続いていたハイチとの国境紛争を解決させた。1937年に米志本が経営する佐藤キビ農場でハイチからの出稼ぎ労働者によるストライキが発生するとこれをきっかけにトルヒーヨは ドミニカ共和国を白人化する目標を掲げ、婦女子を含むハイチ系住民の相当作戦を指示した。一万五千の兵が動員され、国境付近に住むハイチ系住民を一日で一万七千人から三万五千人を虐殺した。このことから、両国の国境をなしていた川は、皆殺し川と呼ばれるようになった。やがてトルヒーヨへの個人崇拝が強いられ始め、 共和国の首都サントドミンゴはトルヒーヨ氏と解消され、市内にはトルヒーヨの像が1200も混流された。1956年に元サントドミンゴ大学教授でトルヒーヨの弾圧を逃れ、アメリカに亡命していたニューヨークコロンビア大学講師の彼はトルヒーヨの悪行を公にした本を発行していたが、秘密警察署によりニューヨーク地下鉄内で誘拐され、 消息不明となる事件が発生して国際的な非難を受けた。またこの頃からドミニカは中米各地から追われた元独裁者たちの亡命地ともなり近隣諸国との関係が悪化。国内でも教会との対立が目立ち始める。1960年1月、自身の暗殺計画が発覚したとしてトルヒーユは反対派に対し大弾圧をした。 2月、米州人権委員会を創設時から指導していたベネズエラは、ドミニカ共和国を人権に対する野蛮な侵害で、米州機構に告発。機構理事会はこの訴えを取り上げ、4つの加盟国代表からなる実情調査団を派遣する。OAS 総会は、ドミニカ共和国が市民の権利を侵害したとする実情調査団の報告を受け、 トルヒーヨ避難決議を採択した。そんな折、6月にベネズエラのカラカスで大統領暗殺未遂事件が発生する。8月のサンホセでの OAS 外相会議では、トルヒーヨが事件の黒幕だったことが明らかとなり、7月に米州総合援助条約を採択していた OAS から外交制裁決議、国交断絶と経済制裁を受けてドミニカは孤立し、 さらに11月25日には国内で反政府活動に加わっていたミラバール姉妹がトルヒーヨテカに虐殺される事件が起き国内の反政府運動にも拍車がかかるなど国内外の情勢は絶望的となった。1961年5月30日トルヒーヨは自宅から海岸沿いの高速道路にてトルヒーヨ氏に向かう途中で CIA に支援された。 側近ロマン将軍の率いる将兵7名に襲撃される。トルヒーヨは銃弾を全身に打ち込まれ死亡した。後任には弟のエクトロ・トルヒーヨが就任したが、副大統領のホア・キンバラ・ゲールにより1960年に政権を割れ、1961年11月にはアメリカ合衆国、ベネズエラ・コロンビアなどの OAS 諸国がこと介入を準備したため、 彼を含む再起を図っていた、トルヒーヨ一族を国外に追放した、スペインなどへ亡命を余儀なくされた。独裁者たちの最後の日々上下でゆくれ、ディアンヌエッシュとエマニュエル、ヘン、清水珠まよ、わけ原処防。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。